c o u t u r e m e a p ヒ平野仕様。新 CM で見せた驚きの変身。平野ノ仕様。イブ・サンローラン・ボーテ。アジア。アンバサダーに輝く。ファン水前。CM で見せた魅力とは平野ノ仕様。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。2023年に、ナンバー、アイ、ナンバーアイでの活動を開始し、今月1日には、ファーストデジタルシングル、ゴートをリリースしたばかり。 最も注目を浴びるイットな人物として、イブ・サン・ローラン・ボーテのアジア、アンバサダーに就任したというニュースが舞い込んだ。新 CM も公開され、その就任式発表会のホットな感想や、プライベートでのイブ・サン・ローラン愛に迫ったトークセッションの模様を詳しくレポート。アジア、アンバサダーの華々しい舞台裏、2024年、イブ・サン・ローラン・ボーテは、ナンバー。 愛のメンバーで注目を集める平野耀さんをアジア、アンバサダーに迎えるという大きな発表で新年を飾った。イブサンローランボーテ事業部長のジャロンチャンさんは、平野さんのスタイルはエッジーでクール、さらに謙虚で、出会う人たち誰もを引きつける引力を持った素敵な方。初めて会いした時に、彼は世界に羽ばたく絶対的なアイコニックスターになると確信しました。 平野さんこそ、エブサンローランウォーテを体現する唯一無二の存在だと思っていますと語る。平野さんの魅力にラブコールが続出する中、新 CM も公開。YSL のアイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールをまとってシックで洗練されたスタイルに格上げする c o u t u r e m e アップという製品コンセプトが表現された。ハイトーンヘアシックなブラックスーツに身を包んだ平野さんは、登壇すると周囲をパッと華やかにし、 まるで王子様のような佇まいを見せた。就任の感想と2024年の抱負。就任が決まった瞬間を振り返りながら、平野さんは、まずは本当に嬉しかったです。子供の頃からずっと憧れていたブランドでしたので、その世界観に僕が入れるということはすごく光栄なこと。イブ・サン・ローラン・ボーテはクールでラグジュアリーなイメージがあるので、僕なりにそれを表現して皆さんにブランドの魅力を伝えられたらなと思いますとコメント。 新たなアンバサダーとしての挑戦に関して問われると、いい意味で裏切っていきたいな。今年の1月1日にナンバー、愛としてデビューさせていただいたこともあり、子供の頃に想像していたような大人になれているのかはちょっと不安なんですけど、笑いと率直な心情をとろ。30代への階段を上がる年齢になり、イブ・サン・ローランのメイクアップによって、魅力的な男性になっていけたらなと思います。 今年はまだ自分も見たことないようなメイクにもチャレンジしてみたいですねと今後の展望を語る。香水愛とフレグランスの楽しみ方。平野さんはフレグランス好きとしても知られ、その楽しみ方についても語ってくれた。ずっとです。ずっと楽しい、笑い。本当に匂いが大好きで匂いフェチなので、身の周りに常に香りがあると安心します。 昨年一緒に撮影させていただいたリブレをすごく気に入って今もずっと愛用させていただいているのですがこういう緊張感のある場所でもいい香りを嗅いでいると自分らしくいられる気がします実際今日もつけているのですが今このマイクで喋りながらものすごくいい香りを堪能しています笑いリブレの香りについて語りバニラベースで少しスパイシーな要素もある香りなんですが 時間や自分の体温とともに甘みが増してくるような気がしていて、その匂いの変化が楽しめるのですごく好きな香りテストファンに送る香りの秘密を明かす。香水をつける場所に関しては、